後の曲です。つい先日自分も20代最後の年になりました。次30代になるにあたってどんなテーマを持って生きていこうと思いまして、自分の曲にちゃんとした、テーマがありました。だからそのテーマで僕は30代生きていこうと思います。今年のあの震災があっていろいろ各方面からいろんないい言葉を教えてもらいまして、その中で僕ワンオンワンで結構ずっと言ってたのが、吐くという言葉、息を吐くという言葉ありますよね。口を書いてプラスマイナス、そのプラスマイナスを、そのマイナスを取ってみると、あら不思議ですね。叶うという文字になりますね。すごいいい言葉だなと思って、目の前を思い込みという暗い色で暗くしないで、信じるという思い込みで自分を、そしてみんなを明るくしていこう。それが徳さんの30代のテーマなので、ぜひそのテーマに賛同してくれる方がいらっしゃいましたら、これからも徳の5時、ハロー青空トレイン、まるちゃん、そしてたくさんいいやつしてるんで応援よろしくお願いします。
テーマもそうなんですけども、もう60、70になっても徳さん変わらないねっていうのが最大の褒め言葉です。あのね、りっちゃんもそうじゃない、はい、多分あの徳留浩二の女バージョン見っけたと思ったんです。俺はお兄ちゃん見っけたと思った。本当にそうなんですね。あの僕が初めていろいろライブハウス出てたんですけど、アコースティックの箱あんまり出てなくて、いろいろ教えてもらってる中で、とてもあの敷居が高い、あのすごい雰囲気なライブハウスに出ちゃって、リハーサルで俺と渋谷はもう、渋谷はもうね、もうこんな状態ですもん。走れ走れみたいな。すごい緊張してたんですね。そんな時にね、もう 人見知りっていう言葉が似合わないこのりっちゃんが、そうですね、あの声かけてくれて、そうそう。本当そのおかげで、徳さん多分喉開いたのね、多分その年の、ベストライブだったよね。うん、本当にりっちゃんのおかげなんで、もうりっちゃんと一緒に来ていこうと思ったので。ありがとうございます。お兄ちゃんついていくわ。よっしゃ。行こう。お願いします。徳留家に入れてください。入れてください。これりっちゃんバージョン。そうそうそう。かっこいい。サッシーかっこいい。ごめんね。じゃあ、りっちゃんバージョンの一部にやってください。Thank you.
僕はこの街を出ることにした。長い間支えてくれた父さんや母さんと共にさよなら。僕はこんなにも寂しいとは思わない。Thank you.
Thank you.
ができたときに大丈夫っていう言葉だけはメロディーから降ってきたんですね。よくテレビで見るでしょ。本当に降ってくるんです。でも大丈夫以外言葉が見つからなくて半年以上かかりまして、あの 3.11 に関して軽はずみに聞けっていう曲も作りたくなかったんで、その当たり前のことができなくなった時に気づくことってたくさんあるんだなって。だけど大丈夫大丈夫って思ってればどん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 明るくなる、自分が挫折したときに大丈夫って誰かに言ってほしくて、で今僕こうやって歌ってやれるんですね。本当に、はい、あのだからその時の自分にもう大丈夫じゃねえかって言いたいので、皆さんもなんか過去になんかあったりとか、まあないかもしれないけど、これともなんかあったら大丈夫と自分にもなんか誰かにも言ってあげられる、そんな曲に、なればなと思ってます。聴いてください。大丈夫。大丈夫という言葉を言ってほしくて、当たり前の
れるとかやれないとか知らん間にしそこいでるんだな。あの頃よりも僕は変わったかな、強くなったかな。また時間あるから、あと20分、好きなようにしな。